偏偏は頭部と心臓とか、その止まると死んでしまう動物なので、まあ、こことここは守りたいですね、というふうに、まあ僕も思っています。波動拳。皆さん、こんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はね、自転車のヘルメット着用の話をね、してみたいと思います。その昔ですね、自転車のレーサーもどきをやってた時代が結構長かったので、敏感にアンテナがピクピクしてしまう僕ですけれども、4月1日からですね、努力義務としてヘルメット着用していただけませんかというふうに日本も決まりました。努力義務って言われるとですね、なかなか難しいんですよね。頑張ってヘルメット被りますという人が増えないんですよ。で、この動画はですね、自転車乗るときヘルメットつけましょうというお話になります。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter と Instagram と Facebook もいきます。よかったらフォローしてください。大変喜びます。で、島根県が自転車で亡くなった方全員のヘルだったっていう。ヘルメットは義務ではないのでつけてなくてもいいんですけど、頭部を打って亡くなってます。ヘルメット未着用で頭をぶつけて亡くなった方はもしかするとヘルメットがあるとちゃんと命を取り留められてたかもしれませんということです。そのくらい大事ですよねと。まあ、とにかくその人間は頭部と心臓とかその止まると死んでしまう動物なので、まあ、こことここは守りたいですねというふうに、まあ、僕も思ってます。で、ぜひですね、皆さんもヘルメットかぶっていただけたらなと思ってます。そんな僕もヘルメットかぶるのは実は大嫌いで、できることならかぶりたくないとは思ってます。ただまあレーサーしてた手前やっぱりちゃんとフルフルで走るので、そのレースしたところも通勤したところもその当時から今から30年前でもヘルメットはちゃんと着用してました。ここからなんですけど、ヘルメットかぶるとですね、デメリットがあります。蒸れる体っていうふうに皆さんおっしゃるんですけどですね、本当は違うんです。蒸れないんですよ、あれ。スカスカに空気入るようになってて、空気抵抗もあまりないように作られてるし、発泡処理とか重くもないし。じゃあ何を言ってんの？一つ目、高い。メット高いんです、実は。安いのを買うといくらかわかりませんけど、30年前で、僕らで2万ちょっとぐらいのヘルメットかぶってました。自分の命守るんだから、2万円だろうか1万円だろうか5万だろうか関係ないだろうと。高いやつがいいよと、もしくはちゃんと守れるやつがいいよということになると思うんですけど、まあとにかく僕らは割かし高いのを使ってました。これは、まあレースするやつは当たり前だと思うんですけど、一般の方でも同じで頭を守ってほしいなと思ってます。ご自身の命、頭を打って、ねむにゃっていうのが、うん、万円で守れるんだったら、うん、万円払った方が安いんじゃないかなと。安いのだと5000円ぐらいかかるんじゃないかな。サイズもいろいろあってですね、頭を足から買われるのがよろしいかと思います。で、これが一番、嫌なんだろうと思ってる理由があります。じゃかじゃん！髪型が崩れる。です。女の方は割とこう髪の毛長いのでペタッと被しても問題がないと思うんですけど、男の子こう、特に高校生なんていうのはその髪の毛の位置みたいなところもあってですね、特にこう、立たしてる系、こう、よじって立たしてる系の子たちは、べちゃこっとなりますよねと。見たこともないよね、変な頭になっちゃうんです、こう取ったら。あれがダサいですよねと。それが多分嫌なんですよねっていうふうに僕も思ってます。高校生の時はね、高いから買いにくいのもあるやろうし、あれやけど、一番は絶対に髪型がおかしくなるからだと思うんです。でも自分の命ですよ。皆さん、守るのは自分です。で、強制されたから守ったじゃなくて、自分で命を守ってもらいたいなと思ってます。で、子供の時、幼稚園の子供たちが、こう、お母さんの自転車で運ばれる時、必ずヘルメットつけてますよね。つけてなかったらどういうことやって思うじゃないですか。幼稚園児の頭も高校生であるあなたの頭も同じだけ柔らかいですからね。ぶつけたらプチュって言って潰れます。大きな事故につながります。ヘルメット、ぜひ買ってですね、髪型は後で直しましょうということで、被っていただけたらなと思ってます。ということで、今日の動画はですね、自転車乗るときにはヘルメット被ろうね、です。今日の動画、まあいろいろご意見あるかと思いますけども、まあコメントしていただけたらちゃんと読んでます。またこのチャンネルで会いましょう。バイバイ。